王政帝、王政帝は、中華民国の政治家、外交官、法学者、北京政府の外交総長、国民政府の外交部長を務めるなど、民国期を代表する外交の重鎮である。なお、北京政府では、短期間ながら臨時国務総理となった。国際連盟の常設仲裁裁判所で仲裁人も、務めたことがある。字は、受動。キリスト教牧師の家庭に生まれる。 王政帝自身も幼くして、洗礼を受け、10歳で、上海の中英学校で英文を学んだ。1896年、高所24年、天津北洋製学堂に二等、余科で入学し、後に、頭等、本科に昇進した。その後、中英書院やコ南長調査名徳学堂で、英文科主任を担当している。1905年、高所31年、 中華キリスト教青年会総幹事の創生により日本へ留学し中華キリスト教青年教会文化への創設準備に携わった同年中国同盟会に加入している1907年高書33年教会の支援によりアメリカに留学しミシガン大学を経てイエール大学で法律を学ぶ1910年銭湯2年の卒業後も しばらく同大学研究院に留まり、国際広報を専攻した。1911年、前闘3年夏に帰国して間もなく、武将記念が勃発し、王政定は、湖北省に向かった。王は、湖北と特府で、外交副市長に任じられ、後に市長に昇進、外交事務を担当した。同年12月の南北和平交渉では、 南方代表ご定顔を三々として補佐している。1912年民国元年1月、臨時参議院で石膏省代表として選出され、さらに副議長に選出された。同年3月、遠征外が臨時代総統となり、党将棋が内閣総理となると、王政帝は交渉部次長に任じられた。しかし6月に党が辞職に追いやられたため、 王はこれに反発して、上海に退去した。王は、中華キリスト教青年会全国協会総幹事となった。また、長白霊らと共に、中華全国体育教進会を創設している。1913年、民国2年、王は国民党から参議院議員に当選し、副議長に選出された。3月に、総教人が暗殺されると、王は、 反円活動に従事したが、二次革命、第二革命敗北に伴い、南方へ逃れた。遠征外死後に、孫文、孫中山が、五法運動を開始すると、王政帝もこれを支持した。民国六年、1917年8月、公衆非常国会副議長に任じられた。9月、五法軍政府が成立すると、外交次長、残高処理外交総長に任じられている。 1919年、民国8年のパリ講和会議では、王は、五法軍政府代表として、北京政府代表の陸印、小、小正しい人白と共に参加した。ベルサイユ条約で、日本が、三島半島における、ドイツの旧権益を引き継ぐことになると、代表の中でも王は、特にこれに、反対の主張を唱えた。結局、 五十四運動など国内情勢もあって、代表団はベルサイユ条約への調印を拒否した。帰国後、五方軍政府内の対立が発生したために、王政廷はゲイヤに追い込まれた。九百二十一年、民国十年、中国大学校長に任命される。同年五月には、デンハーグの常設仲裁裁判所の仲裁人に任命された。百二十二年、 民国11年3月、王は北京政府により、ロアン、ただ主弁に任命され、三島半島の懸案に関する日本との交渉を担当した。11月、王大将内閣で処理外交総長に任じられた。さらに12月から翌年1月まで、短期間ながら王が代理国務総理を務めた。同年3月より、王は北京政府から中祖交渉の事務を委ねられ、 1924年、民国13年3月まで、原案の解決に尽力した。この努力は、公認の小正人氏により、同年5月に、中祖協定が結ばれ国交が回復するということで、結実している。その後も、北京政府では、外交総長や財務総長などを歴任した。1928年、民国17年、王政帝は、 国民政府に転じ、国民政府外交委員会委員に任命された。6月、王は外交部長兼国民党中央政治会議委員に任じられた。王は災難事件の事後処理にあたり、日本との交渉を務めた。交渉は難航を極めた上、一般国民からは日本への妥協と見られて反発も強かった。同年12月の南京でのデモでは、 王の南京の自宅が破壊されるという事件まで起きた。最終的には、1929年、民国18年3月28日に、過労うじて協定が締結されている。王政廷は、外交部長にあった間に、帝国主義各国に対する条約改定運動を展開し、関税条件の改正や、領事裁判権の撤廃などを求めた。これらの完全なる実現は、 公認の外交部長たちに委ねられることになる。しかし、王自身も、関税条件の改正については一定の成果を上げた。1931年、民国20年9月18日の満州事変、勃発後、王は、日本との交渉に当たった。しかし、小介石の案内場外路線もあって、強硬な姿勢に出ることはできなかった。同月28日、王は、 満州事変に起こる南京、上海の学生デモ隊からオーダーを受けて負傷してしまい、間もなく外交部長を辞任した。同年12月、中国国民党第4期中央執行委員に選出される5.6期デモで、その後、1936年、民国25年8月から1938年、民国27年9月まで中米大使を務めた。 その後、政界から引退し、日中戦争終結後に、中国クレナイ十字会会長、全国体育協振会理事長、交通銀行、東後とフィリピン交通銀行当事長、太平洋保健講師当事長などを務めている。晩年は、香港に移住した。1961年5月21日、香港で死去。満78歳を楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。